藤棋聖、なんと王位も王手二冠達成へ王手をかけますと将棋の最年少タイトルホルダー藤井聡太棋聖18歳が最年,少最年長タイトルホルダー木村和樹王位への挑戦第61期王位戦七番勝負の第3局は4月、えー、8日5日の両日有馬温泉の老舗旅館、えー、中野隋園にて行われました。 3年勝で史上最年少二冠まであと1勝となりました王位を達成すると史上最年少での八段昇格ということになりこちらは羽生義晴の記録を破るということにこなるわけです。あ失礼しました加藤一二三九段の、えー、最年少八段の記録さらに史上最年少二冠こちらは羽生義晴九段の記録なんですけどもこちらを破ることになるという,ふうにですね。えー、こう異業を達成するわけですね、えー、すごいですね、この18歳ね。 えー、私の一個年下なんですけどね、で今回、藤井聡太棋聖はですね土井櫓というですね土井一太郎先生、名誉,あの名,誉名人がいるんですけども、その土井一太郎さん先生の土井櫓をですね採用しまして、藤井さんでです、ねえー、木村和基君ちょっとね、えー、あまりちょっと見たことないね、えー、形だったのか、ちょっとね、頭悩ませたシーンというのもちょっとあったか。 も知りまあったこともありましたし、で今回ね、ね藤井棋聖がですね、えー、ちょっと危ないところっていうのも何個かあったんですね。えー、もし藤井さん本人が言ってたんですけども、えーまあ、やはりね、千駄ヶ谷の受け師と言われているところもあって、寄せに行ったところでちょっと誤算があったところなんですね。えー、なので、ちょっと悪手みたいなところっていうのはこうあったんですけども、そこからさらにちょっと木村和輝がね、えー、ちょっと悪手に逆にこう転じてしまったのかな。 うん、最終盤の攻防戦でねあわや逆転負けしてしまうっていうところもこうあったらしいんですね藤井聡太七段がね、えー、ちょっとね藤井聡太七段が悪手を打ってしまったんですがおそらく木村一輝をあまり気づいてなかったのかもしれません。 うん、まあそう考えるとねねちょっと藤、ね、井の,あの木村大吾もね、えー、もう少しね、えー、粘ってほしいなというところはあるんですけどねちょっと応援するのにはねちょっとかなりここから厳しい展開にこうなってきました、えー、どうなんでしょうか平一貴大位にももう少しね、えーまあ、最年長のタイトルということでね、えー、ぜひ頑張っていただきたいなとは思ってるんですけどねこのまま行くと4連勝で藤井聡太二冠が達成してしまいそうな予感がします。 はい、といとうわけで、藤井聡太二冠、誕生なるか王手かけたあ一戦ということでね、ね、えー、なんと見事王手をかけまして、次の試合は2週間後となります、えー。もし2週間後の試合が行われましたら、随時更新させていただく予定でございます。えー、この動画はですね、2ヶ月遅れの投稿あ、10月以降の投稿となりますので、ご注意願いたいと思います。ご視聴ありがとうございました。